それでは鎖骨襲来第4の的確者話していきたいと思います。ロクさん、ちょっと待ってください。ロクさんがいません。はい、ごめんなさい、ごめんなさい。それでは、はい、行きたいと思います。はい、ぜひお願いします。あのですね、サコが、はい、初めて現れた時の話なんですけど、ちょっと待ってください、今疲れてます。そうね、僕なんか相槌係のロクさんとかって書かれてるんですけど、この前僕は相槌叩かれたんで、はい、いや今回は特別編のサコ襲来オールキル、はい、全員集合とか、はい、バンパイアセイバーにてとか、はい、うんと梅抜き03テレビ局、はい、あとリハ伸びすぎ飯食い放題とかは後日話すんでちょっと待ってください。いろいろあります。なるほど、今日はどの話をしようかと考えて、サコが初めて来た時の話、第4の的確者ですね。ちょっと待ってください、二回転さんこれうるさすぎて話せません。今二回転さんが X を稼働させてますね。ちょっと待ってください、録画はできてるみたいです。あ、500人の人聞いてくれてるんで頑張って話したいと思います。サコと仲すごいいいですよ、マイミクですし。昔サコに攻撃誘われたことすらあります。そうなんですか。でもその時は、はい、ケンゾーとボスと組んでたんで断りました。そのメンツはすまぬと。すまぬとしか。それでは、はい、行きたい。あ、抜きゲーム今のは録画してなかったんですか、森川さん。してました、してたみたいですよ、後で見せてください。それでは行きたいと思います。サコが初めて来た時の話なんですけど、ちょっと待ってください、もう周りが邪魔すぎて話せない。ちょっと待ってください、大丈夫です。サード大好きだな。はいはい、サコが初めて来た時の話します。ええ、最初サコの噂がすごい東京に流れてたんですよ。あ、ごめんなさい、なんかセイバーのスマンパイセイバーの時の話なんですけど、すっげえやつが出てきたと、格ゲー 2D 界に。で今までぶっちゃけで言ったら俺の中で、はい、もう一生俺と梅原と時の3人だけしか出てこねえしょこの業界っていう、まあ、気持ちだったんですよ。その腕前ですからね。まあ、時戸襲来は今度話すんですけど、まあ、時戸とはもうその頃にはすごい仲良くなってて、うん、もうめちゃくちゃ一緒に毎週時戸オレンジ泊まり来て、うん、カフェース録画6時間するとかいうぐらい仲、うん、一緒にアメリカ行って、うん、賞金乗り打ちでタダ旅行とか毎年行くぐらいの、まあ、時戸とは、はい、3人目の的確者は時戸だったんですけど、で、まあ、一生4人目の的確者は出てこねえだろうと思ったら、もうこの3人だと、すごい噂が流れてたんですよ。おい、すっげえやつがいるっつって、はい、関西にすげえやつがいる、抜きさん知らないって言われて、いや全然知らないよって言ってたんですけど、俺もともと大阪にちょっと住んでたことがありまして、大阪の友達がいっぱいいて、いや抜きセイバー久々にやった方がいいよっつって、すっげえやつ出てきたからっつって、もうセイバーは俺と梅原はやめてたんですけど、まあそういうやつが出てきたっていう話を聞いて、まあふーんみたいな感じで、まあ一応流す程度に聞いたんですよ。ただ一回西質問のすごい大きい大会があって、その時にその伝説のサコってやつが来るっていう話だったんですよ。で俺その時に鬼鈴木っていう、まあ毘沙門ですげえ仲いい、一緒に会社まで入ったようなやつがいて、そいつとちょっとその大会出てみない、出ないって久々に、その鬼鈴木はセイバーをまだ続けてたんですよ。でその鬼鈴木に出ないって言われて、まあ出てもいいけどまあやってないよみたいな。でその時にサコがあの伝説の新宿モアに現れたんですよ。おう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 、その時にもうサコが関西ではサコさんサコさんみたいな、もうサコさんすごいみたいな、もうなんかもう取り巻きがマジキモいぐらいの勢いで関西のセイバー勢すごかったんですよ、取り巻きが。でなんかもう俺と梅原がカペース遊んでたら、梅原さんも抜きさんもちょっとサコさんとやってくださいよみたいな感じで言われて、もう俺も梅原もセイバーやってないし、いや別にそんな今強いやつとかは別に梅原もまあいや別に興味ないしみたいな、梅原的に言うと、まあ別にあんま興味ないよねみたいな感じで梅原言ってて、で俺もそんな、しかも俺と梅原毘沙門だし、いやバレったでしょ、ぶっちゃけ8人ぐらいなんですよ。あ、そんなバレッタ、バレッタ毘沙門終わってて、バレッタ別にあんま対戦してもしょうがないっしょみたいな、どうでもいいっしょみたいな、ただすごいやつ出てきたんだねってことで、まあ、俺も梅原もすげえなんか周りに押されてやらされたんですよ、セイバーを。やれやれやれ。で俺と梅原まあフルボッコされたんですよ、その時俺と梅原も入っても入っても勝てない、超強いなと思って、はい、
でもやっぱり梅抜きでも勝てないのかみたいな、その周りのヤジ来ますよ。ムカつくなそれ。梅原ちょっと顔ムカついてますよふざけんなよと。それはムカつけますね。もう周りすぐ梅原でも無理なんだ俺と梅原の後ろで言ってくるんですよ。キレそうっつって。うっせーなそれ。マジキレそうなんだけどっつっていや俺明日ちょっと大会出るし、はい、ちょっとお前徹夜で今日うちで付き合いっつって鬼鈴木と、はい、家で猛特訓っすよバレた戦思い出しつつバレた戦をバレた戦で梅原が、はい、さすがにさやらされてあれマジちょっとうざいよねみたいな梅原ちょい切れちょい切れだったんですよ、はい、で次の日の大会に、はい、まあ俺出まして、はい、決勝でサコタ当たるんですよそこで、はい、そこで1ドットされ倒したんですよ梅ちゃん勝ったぞって感じですよ。梅ちゃんやってやったよっつって俺梅抜き守ったよっつって任せろ梅原っつって。これは気持ちいい。梅原もちょっと喜んでくれましたよ守ったっつって守ったっつって最初にカジリリス対、はい、鬼ビシャモンで鬼ビシャモン勝ち、はい、サコに鬼ビシャモンフルボッコにされ、はい、俺大将大将大盛り上がり100人ぐらい来てんすよ。俺前の日も徹夜で練習っすよ梅抜きの石守るため明日サコ倒すぞっつ梅抜きなめんな俺だけなんだよ梅抜き大好きなの。梅原別に梅抜きとかどうでもいいと思うでもこないだ梅原アルカディア見たらなんか投げきなんかあって新しいゲーム出たら組みたいの俺とか書いてんじゃないですか。あいつ実は俺のこと好きだったっぽいじゃないですか。めっちゃ嬉しかったっすよあれ。めちゃくちゃ嬉しかったんだ。あれ根本に見せられましたからね。俺アルカディアとか読まないんで根本。そしたら俺パーカー着てガオーって出てくるじゃないですか漫画で。びっくりっすよお前勝手に。ちょ梅原漫画になったんだなっつって。梅原すげえ時代だよって次のページめくったら俺がゴリラの格好して出てくるじゃないですか。ふざけんなよお前っつってでその日にまあサコと、いや、はい、まあちょっといろいろ話してたんですよ。あっちもまあこっちのこととかもいろいろ別にサコは何も悪くないですよ。本当に頑張ってただ東京に出てみたいっていうだけで、はい、周りに俺と梅原が切れたっていう話なんで、まあ、でサコは、いや普通に梅原とも話したけどまあすごかったよねっつって。でその日、はい、あのセイバー界のアイドルのサツキちゃんっていう女の子がいたんですよ。ほうほうほう。でサツキちゃん家の世田谷の超豪邸の一軒で親旅行行ってるっていうんで、はい、じゃあサツキちゃん家に基盤とちょっとコンパネ持ってってサコやろうぜっていう話になってすごい企画ですね。でサコのレイレイと、はい、俺レイレイ絶対自信あって、はい、セイバン昔から俺を超えるレイレイこの世に出てこねえだろうと思ったら、はい、サコさんレイレイ使えんのみたいな感じ言ったら、はい、サコのレイレイがもう半端ねえんすわもう何使っても超強くて、はい、超強いんだけどサコっつって。サコさんあこれは、はい、4人目の的確者出てきたよと。梅抜き時々続 く出てきちまったかと。それが、はい、サコ襲来4人目の的確者。次回はい5人目の的確者ハイタニは、はい、ないんですよハイタニよく知らないないないんですか。ただ一応、はい、まあ別にあんまないんで灰谷のところまで話しておくと、はい、ちょっと待ってください時間大丈夫ですよね大丈夫です。あと5分ぐらいあります。灰谷が、はい、その後にまあサコと俺仲良くなってマイマイミキとかになってとか、はい、関西行ったら、はい、あのなんか激闘劇場とかいろいろあってあ、はい、その時にサコとまあ一緒にあっち行った時は話して、はい、ご飯食べたりとかするぐらいのすごい仲良くなって、はい、で今セイバーどうなのとかサードやんないのとか俺絶対やった方がいいよとかでサコとあっち行ってサード対戦ガチとか30ガチやったりとかいろいろサコとも遊んだりするぐらいの仲になってハイタニってやつが出てきたぞっていう話になって、でなんかハイタニセイバー優勝したじゃないですか。で俺全然その時もハイタニセイバー本当やってないんでハイタニのこと知らなくて、でなんかそれで格ゲー五神呼ばれるようになってハイタニが出てきて、で俺はぶっちゃけ5人目の的確者は金デブだろってずっと思ってたんですよ。でもなんかその2ちゃんあなんで出てきたのか知らないんですよ五神っていうのは、はい、なんか誰かが言ったのか知らないですけど俺は金デブかなって思ってたんですけど、もうハイタニが超すごいよって話になって、はい、でこの間の闘撃で黒人と誰誘おうかっつって、
灰谷が最近結構やってるらしいっつってサードの話、じゃあ灰谷誘っちまうかって言って、はい、灰谷と初めて対戦本気でしたのが、はい、サードストライクだったんですよこの間。今だから俺もう現役状態ですよ ね、まあ、そうすね、この状態で灰谷に言ったら、はい、めちゃくちゃ強かった。やっぱり強いっすね、全然やっぱ、あ、これは誰しもが認める神だと、はい、いうことを灰谷にあそこで感じましたね。それまでは俺の中で、いや、金デブが落ちてるとかじゃないんですよ。金デブは、はい、金デブも俺の中では、はい、俺の中では格ゲー七英雄は金デブなんですよ。七英雄を作るとしたら金デブ、金デブ6ではないんですけど、あ、俺ない、金デブは絶対入ってて、はい、でも灰谷はその時にめちゃくちゃ本当にすごいなって、はい、いろいろもう攻略レベルから反応速度、はい、あと人との発想力の違い、まあ、違いますね。すごいところでダメージを取ってきますね。そうですね、もう人が考えれるようなところじゃないところで、う、うん、やっぱ発想力がすごすぎる。やっぱ陶芸で組んでて、はい、RX に中段ガードして聖地を決めた時のあの感動は未だに忘れられないと。なるほど、基本的にやっぱり梅原も言ってたんですけど、はい、俺もなんですけど、はい、自分が負けたら、はい、次の人結構ひよっちゃって終わるってパターンがあって、前梅原に俺言われたんですけど、はい、大貫は、はい、俺が負けても勝ってくれる気がするから、はい、大会組んでる面白いっていうのは梅原に言ってもらったことがあって、他のやつは梅原やっぱ昔からやっぱ俺と梅原組むのタブーみたいな時代があったんで、やっぱまあそれなりのチームとかでよく仲のいい人と組むみたいな感じなんですけど、梅原はやっぱり自分が負けたらもう次勝ってくれないなっていうのが永久に続いてたみたいなんですよね。まあそうね、でもやっぱり灰谷はちげえわっていう5人目の的確者、あんまり灰谷エピソード少ないんですけど、でも今はなんかすごい誠で頑張ってるみたいで、スパフォすごいっすね、ハイダイさんはボスも頑張ってるし、と言ってる間にこれなんかすげえ対戦しませんか、ボス対 KO やってますよ。あーあーああ、行っちゃった行っちゃった。でもこれあの配信されるんで多分ニコニコで、前回も2万人、これやばいですね、やばいっすね、こんな話聞いてる場合じゃないですよ、この対戦の方が全然すごいっすからといった感じで、なるほど、次回ヴァンパイアゼイバー全国大会にて、はい、お送りしていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。聞き手はロクさんでした。はい、相槌役でした。いやー、ロクさんこれからお寿司ですよ。ちょっと皆さん、ちょっと待ってください、これラストプレイでお願いします。はい、お願いします。ラストプレイでお願いします。あ、これね、裏ネタなんですね。富永もうそこ練習しないでいいですよ。富ちゃん、もう皆さん入り口の方に向かってくださいといった感じで、サコワとハイタニはすごいっていう。すごいっすね。あとちょっと軽めのエピソードといえば、はい、なんかサコの凄さ俺アルカディアに書きたいからって、なぜか俺がなんか喋らされたっていう、なぜかそのアルカディアが何月号かにあるんで、それをぜひ読んでもらえると。そうですね、俺がサコについてなぜか語ってるっていう。給料は0円でした。ありがとうございます。ありがとうございました。スパフォーはうちの店で中古で買ったらやろうかななんて、ただボスと健三が誠と病んでやるなら、はい、ちょっと俺は参戦かななんて思ってます。抜き春麗参戦。抜き春麗、春麗はないっす。さくら、さくらでも雨量がいっぱい勝ってるんで、さくらあんのかななんてちょっと思ってる。さくらはやりたいんですけどね。なるほど。それでは、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。それではみんな移動、早く移動、時間ないから。早く移動したいから。